今日から君を我がナムコプロの正式なプロデューサーに任命する。いつかちゃんとしたアイドルになれたらいいなって。ここからは音なし小鳥にお任せあれ。ライブはアイドルが一番輝く場所です。しっかり準備しましょう。うわー、新しい衣装ですね。みんなとっても可愛いです。コーチングはアイドルの秘めた才能、スキルを目覚めさせるプロデューサーの大切なお仕事なんです。どんなプロデュース方針を立てて、どんなスキルを習得させるか、プロデューサーさんの腕の見せ所ですね。あ、大変です。疲れが溜まってみんなが倒れちゃいました。なんてことになる前に、たまにはお休みを取りましょう。そして元気になったら、ファンの皆さんに笑顔を届けにライブへゴーです。目いっぱい会場を盛り上げて最高のライブにしちゃいましょう。プロデューサーさんとアイドル、一歩ずつ歩んでいって、いつかみんなをあのステージに立たせてあげてください。そして私、黒いプロのシーカって言います。お会いできて光栄です。シーカちゃん、ライバル事務所のアイドルですけど、可愛い子ですよね。きっとナムコプロのみんなとあんな関係になったり、こんなことしたりするのね。そしてついには許されざる禁断の、ダメダメよ小鳥。一番みんなが自分に生まれた奇跡、一番になれ。でもシーカちゃんに負けてはいられませんよね。みんなのことよろしくお願いします。プロデューサーさん、アイドル育成ライブゲーム、アイドルマスターステラステージ。社長、それは私のセリフ。あ、2017年12月21日プロデュース開始ですよ。忘れないように小鳥メモに書いておきました。